商談審査はそれらの中で特に厳しい苦行である。一番大事なのは息のね、あの吐く時と足すところ、これをよく見ますから。まだあの実際に私たちが試しをやる時もね、息のそのね、呼吸法によってね、物が割れたり割れなかったりすることがあるんだから、あの人が倒れる時もそうです。これ一番大事なことよ。相手の呼吸をこう足して喧嘩するときに、そうよ、こう足して、そうとするときに、そのタイミングが難しいんだよ。そのとき叩いたらね、脇腹叩いたら必ず息できないんだから。これが気持ちです。これだってね、下腹に力が入ってないから、これ崩れちゃうから。わかった？おっす。おっす。6、7、8、9、10。傾向、地力本願の傾向によってね、石を割る。石を割るんじゃろ、石をこういうふうに握って折っちゃうんだから、これぐらい握力がなるよ。この練習で、この逆立ちで、この逆立ちでだよ。別に機械いらない。石をこう持って割るんですね。石をこう持って、うってやったら折れちゃうんだから。折れちゃうんだよ。石をね、手で割るんじゃなく、石を持ってそのまま折っちゃうのよ。それぐらい握力が強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから。こういうことを念頭に置いてね、精進してもらいたい。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があるとするならばね、それはね、何でもない。空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。だから極真できるよ、君たち。君たちできるよ。選手権大会、いくらでも叩いてもね、倒れないのは君たちのね、握り方、あでから。3、4、地力本願の稽古を一生懸命やってください。ポデベルの戦隊ってね、あんなことやったってね、強くなりやしないよ。これはね、もう私の長年の経験だ。半世紀の経験の上において言うことだよ。やっぱりね、力があってね、技がなくちゃダメですよ。そして速さがなくちゃいけない。そういう意味合いで、非常にそういうものを今見てますから、本当にこれは、ね、力あるのかないか、これは本当に速いか速くないか、これはうまいかうまくないか、そして正しい空手の理念に基づいて本当の技量をね、収めているかどうか。これがね、華麗なる組手だ。相手の突き蹴りはね、全部な、受け流す流水である。すなわち自分のね、突き蹴りはね、間違いなく相手の強敵に当たる。華麗なる組手をやらなくちゃダメよ。地獄の商談連続組手、次々に向かってくる相手に対し妥協のない攻撃を続けなければならない。自分自身を地獄の淵に追いやり、彼らはそこで何かを掴もうともがきにもがくのである。ちょっと待って、ボス大丈夫か？ボス大丈夫です。私見える？ボスちゃんと見える？ボス平気なマシリ何？ちょっと動かさない。
空手が